はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、人の職業で底辺とかいうやつとは絶対関わりたくない。はい、それではやっていきましょうということで、底辺職業ランキングということで、まあなんか漏れなく炎上しているみたいなんですが、これ私前から言ってるんですけど、これも実はもう10年ぐらい前から私も言ってるんですけど、ただ、その、まあ教育業界という手前、いや、底辺職業の方が、伸びしろがあるんじゃねって言ってしまうと、子供たちに要するに勉強するっていう、あれが動機づけがしづらいっていう、これ教育業界の多分、あれちゃうかなっていうんでちょっと思ってますっていう感じですね。はい、ということで松井先生ということでこちらなんですけど、底辺職業ランキングに載ってる職業の方が生き残ると思いますよね、個人的には。はい。ただこれを言ってしまうと、吐きますが、教育業界の人間から全員的に回す可能性があるかなっていうふうに思ってます。はい。その要は、底辺職業に就きたくないでしょっていうことで、要は勉強って大事やんっていうふうなことを多分言いたがるんですけど、実際は多分そんなこともないだろうというふうにはちょっと私は見てますね。はい。で、いう感じになってるんで、実際は多分ホワイトカラーの職業の方が、IT 化の進展によって多分ごっそりなくなってくるだろうなっていうふうに思ってます。はい。というか実際もうそうなってますよね。もう皆さんもまあ見てたらわかるんですけど、銀行って私行ってないですからね、一回も。銀行とか一回も行ってないんで、信用金庫逆に生き残るんじゃないかっていうふうに思ってますけど、信用金庫とか信用組合っていうのは、要は要するに現場の要するに人々が要するに必要な人たちにお金を融資するっていう話になるんですよ。で、まあ要するに江戸川区とかでもまあ見てもらうとわかるんですけど、やっぱり、パン屋とか、昔からやってるパン屋とかむちゃくちゃ美味しいし、むちゃくちゃ強いのよ。やっぱり。やっぱりそうで、で、そういうところとか要するにやっぱ生き残ってくる以上、まあある程度そういうのはやってくるよねっていうふうには私は見てますね。はい。ということになるんで、まあ、底辺職業ランキングに載ってる職業の方が生き残ると思いますというふうな感じです。まあ、1位から12位まで見たんですけど、ゴミの収集者とかが底辺職業ランキングって結構給料的には高いですよね。そうそう、意外と給料的には高いよっていうふうな、あ、でも最近はそうでもなかったりする場所、あ、これ地域によってとか場所によってとか人によって違うんだ。っていうことなんで、まあ、もし詳しい方がありましたら、そういうふうな話っていうのはちょっと書いといてあげるといいかなっていう話になります。はい。で、皆さんに一応言ってますが、皆さんが底辺職業なのか、まあ、ホワイトカラーなのか、ブルーカラーなのか、なんだか知らないですけど、はっきり言っておりますが、勉強はしといてください。はい。どんなことがあったとしても必ず勉強はしといてください。皆さんが要するに勉強しないといろんなところで詐欺になったりとか、かもられたりとか、変なカルト宗教であったりとか、いうことになります。だから学歴はいらないかもしれないですけど、皆さんは勉強はきっちりとやっておいてくださいということです。いいですか？はい。勉強はついんじゃない。職業についてっていう風な話になって、どんな職業についても必ず勉強は残るからね。新しい情報とか、新しいこととか、新しい法改正っていうのは常に起こるわけなんだから、学歴はいらないかもしれないけど、勉強はいるからね。これ私の哲学なんですけど、学歴はいらないかもしれないですけど、勉強はいるからねって話ですね。で、まあ、私から言うふうな話になるんですけど、こちらということなんですけど、ホワイトカラーの職業になんか間違った認識持っている人いないですかっていうのが、これ多分昭和の頃にはあったんですけど、多分。昭和の頃には結構そういうふうな職場っていうのがいろいろあったりしたのはあったっていうのがあるんですけど、今はそんな人多分いないんじゃないかなって気はしてますね。はい。ということで、まず一つ目ということでね、クーラーの効いた部屋でまったりみたいなね。はい。クーラーの効いた部屋でまったりみたいな。なわけねえだって、どうやって飛んでんいやね、これね、保険屋でも銀行屋でもね、ちょっとね、怒ったってほしいんですけど、なんか保険屋とか銀行屋とかって、なんかホワイトカラー、まあ、あと公務員か。銀行屋、保険屋、公務員っていうこの三つ三種の神器って俺は呼んでるんだけど、この人たちが楽な仕事をしてると思ってる人ってむちゃくちゃいるんですよ。これ、どこ行っても聞くんですけど、なんか公務員と、なんか公務員と、なんていうの、銀行員と、まあ生命保険とか、そういう保険会社とか、なんか証券会社とかって、なんか、この4つっていうのはなんかクーラーの効いた部屋で回ったりとか、なんかパソコンにカチャカチャやって、要するにお金儲かる人ですよ。なわけねえだろって話。なわけねえじゃんって話じゃないですか。はい。だから、じゃあ銀行とか、その保険会社って、あっちこっち走り回ったりするわけですよ。なんかもう知らんけど、なんかもう要するに銀行が閉まりますとかで業務時間終了しましたみたいな時間からは、要するに
クーラーの効いた部屋の中で残業っていう、肉体は健康なのかもしれない、肉体的には負荷がかからないかもしれないけど、精神的にはどんどん病んでいく仕事をやるっていうのがホワイトカラーじゃないですか。違うんですか。ホワイトカラーって私そうだと思ってますよ。肉体を酷使しない分っていうか、肉体も酷使してるけどね、大体あっち行ってこっち行ったり、わけのわからん客から要するにどやしつけられたり、なんか目はどんどん死んでいくわみたいな、職業の中で生き残っていく人たちがね。でもまあそんな要素はありますけど、別にこんなん全然苦しくないし辛くもないですよっていう、なんか精神が太いやつがホワイトカラーで生き残っていくタイプかなっていうふうに私なんか思うんですけどね。はい、そしてまあ2つ目というので、クリエイティブな感じで商品開発っていうね。何なんすかね、このクリエイティブな感じで食品開発っていうんですけど、これ食品とかだけじゃなくて、まあどんな職業の方でもそうだと思うんですけど、商品開発に携わってる人いませんか、 YouTube、 YouTube の、 私のところ見てくれてる方の中で。これもうすごい泥臭い開発しますよね。っていうか普通に考えたらこれぐらい分かりそうなことなんですけど、じゃあ例えば日霊のコロッケとか、まあ、日水のコロッケとか何でもいいんですけど、冷凍食品一つ開発しますっていうような話になるんですけど、多分ね、100日間かけたら、なんか毎日もうコロッケ食ってて、なんかコロッケ食ってて気持ち悪いんやけどっていう風な感じで、もうコロッケ見たくないって、コロッケ見たくないって思ってるけど、気がついたら家でまたコロッケあげてしまってるとか、そういうこう、なんていうの、泥臭い努力を延々と傾けて、もう頭鬱になりそうな状態っていうのを一生懸命やって、ようやく皆さんの様子にご家庭に届く、超有名商品が出来上がりますっていうことなんですよね。ヒカキンさんの味噌菌でもなんか今すごいブームになってますけど、あの人も相当やったわけでしょ。違うんですか。適当にまあこんな感じでこんな風にやっといて、じゃあヒカキンの名前つけとけば売れるからって、そんな感じで売れないでしょ。てか皆さん買います？ヒカキンが要するに作った、要するに、ラーメンだからって言って買います？食います？食わないと思うんですね。美味しいから食べるわけじゃないですか。どんなカップヌードルでも何でもそうですけど、美味しいから食うわけじゃないですか。カップヌードルって書いてるから食うわけじゃないでしょっていう。ってなったら、そこに要するに商品を開発してゴールに行くまでって、すごい要するに苦労されてやってるということです。で、その努力を学びたい。その努力を私はしたいから、こういう会社に入って分かる。それは全然分かる。で、日清食品なんかとかもそうだし、一番初めに要するに開発されたっていうのは確かあれだったかな。チキンラーメンだったかな。チキンラーメン開発するまでにおいて、頭おかしいんじゃねえかっていうような人が、いや、どんだけの思いでやってたかって、一歩間違えれば、ほんと頭おかしいやつが、夢見がちなやつに頭おかしいやつが夢に向かって、なんかよくわからない努力をして、なんか終わっていくだけの人生ですよ。究極的な話で言えば。それをこう真剣にやって、こうやってこういうふうにやってとか、製造年月日を書くようにしたら、要するに食当たりが起こらないんじゃないだろうかとかいうふうなことを、要するに散々悪口言われたりとか、その要するにクレームだったりっていうのを要するにずーっとやってって、それでやって要するに出来上がったっていうのがクリエイティブな商品でしょって。なんかみんな泥臭いことをしなくていいと思ってないですか。泥臭い仕事ですよ、ホワイトカラーに関して。はい、っていう話なんですけど、ね、はい、で3つ目ということなんですけど、昭和の偏差値が高いだけの人とか職業なくなるから、もうこれもう子供さんと親御さんに関してはこれはっきり言うて、そんなこと言うてっていう話になるんですよ。でもテレビ局とか、テレビ局の社員がお前そもそもお前あれが楽な仕事に見えるんか。あれが。わっけのわからん芸能人っていうのは天才の頭のおかしいって、基本的に要するにそのなんか、なんていうの、アイドルであったりとか、何かで成功してる芸能人って、基本的に頭おかしい人たちばっかりじゃないですか。家庭環境がおかしいが脳みそバグってるか覚醒剤やってるとか、変なところで要するになんかメンヘラだとか、なんかヤンデレになってるとか、病院の人たちがダーン並んでるわけじゃないですか。そんな人に対してですよ。こちら、おじいになります。本日はよろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございますって。はい、何でしょうか。はい、デザート何か、何々のデザートが食いたい。はい、すぐ用意します。はい、はい、わかりました。はい、すいません。これ底辺じゃなかったらない違うの。それええとこだけ言えばええっすよ。別にそのアナウンサーでも何でもいいとこだけ言ったら、そらすごいキラキラしたなんか夢見る夢子ちゃんな職業に見えるのかもしれないですけども、実際そんなことはないでしょっていう話なんです。でしょって、まあ逆に芸能人の立場になったとしたら、それしんどいじゃないですか。その明石家さんまさんぐらいの要するにクラスになって、よっ3万円
って言われるわけじゃないですか。いつか自分より年下の人間に、あ、さんまやって言われるんって結構辛いもんがありますよ、人間やのに。人間じゃないですか。そうですね、明石家さんとは絶対言わないでしょ。あ、どうもすみませんって、あ、杉本、芸名の方で読んでよろしいですかって、杉本さんで読んでた方がよろしいですかっていう、そんなファンいないでしょ。私は言いますけど、あ、いつも楽しく拝見させてもらってますっていう。というか、そもそも明石家さんまさんが要するに新幹線乗っててたまたま隣やったらっていちいち話しかけないでしょ。もう疲れてはるやろうなと思って話しかけないじゃないですか。じゃあその人たちがじゃあ明石家さんまさんのファンとかでサポートするかっていうと、そんなことはないでしょって言うの。熱狂的なファンの人たちがいるから職業として成り立ってるわけじゃないですか、タレント業っていうのはね。はい、いうふうな感じになっていくんで、そういう感じですね。で、ただ、そのホワイトカラーの職業っていうことに関しては、皆さんもちょっと覚えとかなきゃいけないのは、その、昭和の頃だったりした場合に関してっていうのは、例えばその、銀行業務にしても、手作業っていうのはいっぱいあったんですよ。その、だから、その、例えばその、店先に行ってとか、相手のお客さんのところに行って営業で金取ってくれるとか、営業で要するに定期預金取ってくれるとか、その、なんていうのかな、例えばその、証券とか売ってこれるとか、そういう能力値がある程度低くても、要はお勉強ができて、あ、この作業ってこうだよねって言って、だからこれを要するにこっちの要するにところにやっといてねっていう風な人たちがある一定数必要だったっていうのは必要だったんですよ。ところが今要するにそれが全部一直線で IT 行っちゃうんですよ。行くでしょって話で、じゃあ皆さんに聞きますけど、この1年間ね、銀行員や郵便局員とお話ししたことってありますかって言ったら、ないやんって感じで、ないってことは、その、やれる人たちっていうのも、その、椅子の席の数が要するに少なくなってきますよと。で、椅子の数が少なくなってくる上に、その業務自体は、その、機械ができることは機械が全部やっちゃいますと。つまり、毎回同じことで楽して何とかできるってことは機械がやっちゃいます。じゃあ、それ以外のところは人間が仕事をし、未だに仕事をしなきゃいけないですということに。じゃあそこで生き残ってくる人たちはどういう人たちですかっていうと、偏差値高い集団の中でさらにそこで要するに洗練されて努力し続けた人間が要するに残っちゃいますよねということになってくっていうことになるんで、それはちょっとね、まずいよっていう、そのあんまりホワイトカラーの職業に間違った認識を持ったまま、ほんと大学卒業しちゃうと、ほんとにニートとかになっちゃうんで、これ高学歴層結構多いんですけど、泥臭い努力をして勉強一生懸命頑張ったんでしょと。泥臭い努力をしたりとか、一生懸命努力したりとかして大学入ったんでしょって。で、大学入って一生懸命努力して就職活動くぐり抜けてきたんでしょって。いうことは、そこからそこまでは準備期間なわけじゃないですか。実際そこから先の要するに職業をします、仕事しますってところでようやくお金が発生して、要するに自分に給料に金返ってきますって。この作業の時に、今までやってきた努力より、もっと最後の努力をしていかないといけないよねっていう感覚を持って、ホワイトカラーの職業に就くんだったらいいけど、頭使うんだったら頭使うっていう職業を就くんだったら、頭使うっていうのは今までやってきたことと、要するにやってきてさらに努力してっていうので、肉体も要するに鍛えとかなきゃいけないですよっていうことになるわけですよね。よろしいですか？はい。だから、頼むから、こんな幻想を持ったまんま大人にならないようにしてくださいと。ですから、こんな幻想を持たないで、っていうか、結構塾の先生とか、教育関係者ってよく言っちゃう人いるんですけど、要は大学に出てしまえば、選択肢が広がるじゃないかってね。大学出れば、タイル張り職人にはできるで、できるかっていう。できるかこんな簡単にっていう。はい。やってみたことないからそんなことが言えんの。だからその大学に出てたら、工場の倉庫で働くのは簡単ですね。簡単じゃねえから。簡単じゃねえから、初め1週間、2週間、あれどっちやったっけ、こっちやったっけ、なるから、大体。はい。で、そこで要するに言ったら、要するに、どこで要するに、どういうふうにやればいいんですかっていうことを、その人たちに聞かなきゃいけないですよ。何年もやってる人たちに対して。その人、たまたま障害持ってる人だったらしいんだけど、障害持ってる人だろうが、誰だろうが、頭下げて、要するに、聞いて、で、やれるようにしなきゃいけないんですよ。その人たちは3年やってるわけ。で、俺らは今、来たばっかりなの。そしたら、早く要するにこうやり方を覚えてっていう風な話をやらなきゃいけないんですよ。はい。いうことになるということです。じゃあ、その3年でできることを、要は1ヶ月で、2ヶ月で、3ヶ月でなんでできるかって、それは勉強してきたからでしょって話です。逆に言うと。スポーツやってる人だったら、スポーツやってたやったら、肉体労働に関しては他の人よりも早くその職場に馴染んで、要するに、戦力として要するに戦うことができるよねっていう風なことをやっていくわけでしょって話です。頭を鍛えたのか、勉強で鍛えた、スポーツを鍛えたのかっていう、この両方なんですね。はい。ということになります。
で、ここで要するにもう一回元の話に戻るんですけど、この底辺職業ランキングに載ってる職業っていうのは、あの大切な仕事だからってそんなあのいい加減なことを言うつもりはなくて、ないと社会が困るという職業なんですよ。そう、だから逆に言ってしまうと完全になくなる職業ではないんですよ。人間がいる限りゴミ出すからね。で、人間が生きてる限り建造物絶対いるからね。あの台風とかあのいろんな要するに自然環境が要するにぐっちゃぐちゃになってる状況で、ダムも絶対必要だし、高速道路も絶対必要だし、道路も必要だし、止まれの標識も全部必要やからね。ガードミラーだって全部必要やからね。いいですか。だから絶対ゼロになることはないよということになるんです。電子化できない部分だからでしょって話。じゃあ逆に考えてほしいんだけど、ホワイトカラーの職業っていうふうなのを逆に考えたときに、ホワイトカラーの職業っていうのは IT 化によって自動化ができやすい職業だよねっていうことを考えてるんですよ。ってことは買ったやつの給料は確かに高いのかもしれないです。買ったやつの給料は、それこそ大谷翔平みたいなね状態になるっていうケースが多いのは確かに事実としてはそうです。ですが、実際問題は、要するに、それは全部、要するに、ネットで全部分かっちゃうよねっていう風になってくるから、そうすると、パイ自体も少なくなってきますよと。椅子自体も少なくなってきますよと。じゃあ、そういうところに生き残る力があるのは何ですかって、コミュニケーション能力をつけるであったりとか、コミュニケーションを安く取って、営業をちゃんと取ってくれる。営業をちゃんと取ってくれる。営業力が一番強いんで、はい、営業力が一番強いんで、営業で要するにお客さん取ってこれますよっていうところは、ホワイトカラーでも残ってくると思いますが、まあ、そんな簡単にはいかないですよっていうことですね。はい。よろしいでしょうか。ということなんでね、はい、まあ私はこういう風になっているので、はい、まあ皆さんあの間違ってもね、はい、大学を卒業したらあのいい就職先があって、あのなんですか、クーラーの効いた部屋でまったりしてて、あのクリエイティブな感じの職業ができて、あの夏休みは要するにあのセブ島でグアムでまったりとかいうのはあの幻想中の幻想ですので、あまりそういう変なことを考えないようにしてくださいということですね。まあそんな変な幻想を考えたりしてたりすると、まああのどっかで要するにあの街路樹を枯らしてしまうところの社長になったりとかするんでしょうね。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。